マイノットはアメリカ合衆国ノースダコタ州の北中部、ウォード郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。2010年国勢調査による人口は48,888人であり、州内で4番目に人口の多い都市である。ノースダコタ州北部の大部分とカナダのマニトバ州、南部及びサスカチュワン州南東部の交易中心である。グレート・ノーザン鉄道が建設されていた1886年に設立され、魔法の都市とも呼ばれている。マクヘンリー郡、レンビル郡及びウォード郡にまたがるマイノット小都市圏の主要都市である。小都市圏の人口は2000年国勢調査で 67,392 人だった。1886年頃のダコタ準州、バーリントンとマイノットが表示されている古い数千駅交通博物館、マイノット中心街の歴史ある数千駅に入っている1886年、ジェームズ・J・ヒルのグレート・ノーザン鉄道建設でガスマン・クーリーを渡す橋桁の建設が困難だったために、冬の間延伸を止めた時にマイノットの歴史が始まった。一夜の間にテント村が作られ、魔法のようだったので魔法の都市というあだ名がついた。それから5ヶ月の間に人口が 5,000 人を超えたので、このあだ名にさらに箔がついた。この町の場所は当時の入植者エリク・ラムスタッドの土地に鉄道を敷くということで選ばれていた。ラムスタッドはその土地に対する権利を放棄するよう説得された。その後彼は市の指導者になった。町の名前は鉄道事業家で鳥類学者、カツヒルの友人だったヘンリー・D・マイノットにちなんで名付けられた。マイノットには1887年6月28日に市制が敷かれた。ミネアポリス・セントポール&スー・セントマリー鉄道がバレーシティからカナダに向かう鉄道線を建設した。当初の計画ではバーリントンでスーリス川を渡ることになっていたが、地元の利害関係から変更され、新しいルートの土地所有者が通行権を寄付したので、1893年にマイノットを通ることになった。禁酒法時代、マイノットはアルカポネが密造酒捜査の中心としていたので、リトルシカゴというあだ名もついた。密造業者はカナダから入る違法貨物を輸送したり、隠したりするために地下トンネル網を使用した。1950年代、マイノットの北13マイルにマイノット空軍基地、南約50マイルのミズーリ川にガリソンダムと大きな連邦政府の出資による建設工事が続いた。1969年、スーリース川がアフレ市内に被害をもたらした。その後、アメリカ陸軍工兵司令部が市内を抜ける川筋を直線化し、洪水を制御できる構造に変えた。2002年1月18日、市の西側で大きな列車脱線事故が起こり、市内及びバーリントンには無水アンモニアの巨大な雲が向かってきた。この有毒ガスにより、市民の一人が死亡し、多くが重傷を負った。これは国内でも大きな化学関連事故の一つになった。2006年初期に脱線した列車の所有者カナディアンパシフィック鉄道に対する公判が、ミネソタ州ミネアポリスで改定された。いくつかの訴訟は結審したが、多くは保留のままになった。この事故の無水アンモニアの漏洩としては、国内最大級のものだった。事故の様子は、エリック・クリンネンバーグの著書、大気のための戦い、アメリカのメディアを制御する戦闘の中で、マスメディアの失敗例として描かれている。特に、地元ラジオ局は緊急時に大衆に向けて、情報を発信できなかったことが挙げられた。マイノットは北緯48度13分59秒、西経101度17分32秒、北緯 48.23306 度、西経 101.29222 度、48.23306-101.29222 に位置する。ノースダコタ州北中部のドリフトプレリーにあり、州都ビスマークからは北に約100マイルになる。スーリース川あるいはマウス川が町を東西に抜けている。マイノット市が交易中心となる地域の重要都市としては、バーリントン、ベルバ、ガリソン、スタンレー、ボッティノー、ラグビー及びニュータウンがある。マイノット市は、ほとんどが陸地であり、スーリーソ川とそのオックスボー湖及びいくつかのクリークが水域となり、水域率は 0.14% に過ぎない。市中心の川の標高は、海抜1556フィートである。その流域は、周辺の平原よりも160フィートほど低く、ノースヒルにあるマイノット国際空港の標高は1716フィートである。当里の格子状配置と住所表示、編集市内には格子状に配置された通りが走っている。通りは南北に、アベニューは東西に走る。通りはメイン通りから東西にブロックごとに増加する番号で表される。同様にアベニューはセントラルアベニューを起点に南北方向のブロックごとに増加する番号で表される。市内には4つの地区があり、これらを用いて正確な住所表示が可能になっている。メイン通りは単純に北あるいは南と表示され、セントラルアベニューは東、または西と表示される。主要区分、編集スーリース川が市内を南北にほぼに等分している。その流域は北岸と南岸の平原にせり上がっている。この一般地形学的な区分に対する特別の名前はない。流域はトレスルバレーと呼ばれている。北岸とその北の台地はノースヒルと呼ばれている。南岸とその先の台地はサウスヒルと呼ばれている。マイノットにははっきりとした四季がある。夏は暖かく冬は大変寒い。冬は華氏0度以下になるのが普通であり、夏は華氏105度に達することもある。以下は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。2010年時点のマイノット市長は銀行家のカート・ジンベルマンである。市長として14人の委員からなる市政委員会を裁量するが、投票が賛否同数の場合にのみ投票できる。日常の管理はシティマネージャーのデイビッド・ウェインドが行っている。マイノット市は市政委員会、マネージャー方式をとっている。14人の委員は市内7つの選挙区から4年任期で選出される。選挙は2年に1回偶数年に各選挙区から1人を選出する方式である。市長も4年任期であり、最近の選挙は2006年に行われた。市の役職者は無党派選挙で選ばれている。ノースダコタ州の市の選挙は通常6月に州予備選挙とともに行われる。市の指導者は保守的になる傾向があったが、近年革新派が活動し、州内の他地域よりもいくらかの成功を収めている。マイノットの市政には税金、財政管理及び経済開発政策に関する多くの議論が含まれている。その主要問題は以下の通りである。マイノットのゲートシティバンク、ダコタスクエアオフィスマイノット市の経済は、町の北13マイルにマイノット空軍基地があることで繁栄しており、その影響が大きいために、同様な大きさの他の都市よりも健全な経済である。しかし、事業資本や賃金標準とともに重要な問題に悩まされている。マイノット住民の 30% は2つ以上の仕事をしており、世帯の3分の2は世帯収入の全国平均を下回る収入しか得ていない。1998年12月に ING、レリアスターがマイノットにサービスセンターを設立した。ING はサービスセンターの従業員がどこにも負けない顧客サービスを提供できることを示したので、その拡張場所にマイノットを選んだ。この決定は、マイノットとそこに住み働く人々の力量について多くを語っていると思うと、ING ファイナンシャルサービシーズの CEO トム・マキナニーは語った。コールドウェル銀行の家屋費比較指数では、ノースダコタ州で家を購入する人には、マイノットが最も手頃な地域としている。マイノット市の公共教育は、マイノット公共教育学区が管轄している。学区内に小学校は10校あり、マイノット空軍基地内にも2校ある。中学校は3校ある。高校はマイノット高校1校であり、キャンパスは2つに分かれている。マイノット中心街から東に数ブロック離れてあるのが中央キャンパスであり、元々の高校の建物を使っている。市の南西部に、新しいマジックシティキャンパスがあり、1973年にジムヒル中学校のすぐ西に建設された。マイノット高校は成人学習センターとオルタナティブスクールであるスーリス川キャンパスも運営している。私立学校は2つの小学校、中学高校一貫教育校1校をカトリック教会が運営しており、プロテスタント系の学校も1校ある。マイノットには州内で3番目の規模のマイノット州立大学がある。そのキャンパスはブロードウェイのすぐ西、ノースヒルのふもとにある。1913年に開学された時は2年制の師範学校だったが、1987年に4年制大学になった。マイノット地域にある大型保育園や幼稚園の大半は地元教会との共同で運営されている。マイノット公共教育学区が準備した州学前教育のプログラムがある。家庭内教育者は州の登録と免許がなされているものである。スカンディナビア歴史遺産公園のスターブ教会、ノルウェーのゴルスターブ教会をモデルにしている。マイノットが中西部にあることとその人々の言動によってかなりの大きさがあり時には華やかな芸術の社会を隠している。市内には美術館、交響楽団、オペラ劇団、市民バンド、いくつかの舞踏と劇の団体、青年の演奏組織、ザ・ AMP などがあって、40以上の団体が、マイノット地域芸術委員会の会員であり、他にも、そのような組織は多い。市民の 40% 近くが、スカンディナビア系民族の子孫であり、1977年以降、毎年10月に、北、アメリカで最大のスカンディナビア系アメリカ人の祭典であるノルスクホストフェストを開催している。スカンディナビア歴史遺産公園が市内にある。この公園はスウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド及びアイスランドのスカンディナビア諸国から母国を改装させるものや模造品を飾っている。マイノット公園地区が様々な施設のある17の公園を管轄している。コルベットフィールド、退役軍人会の事務所、高校とカレッジの野球、オプティミストサッカー場、メイッサアイスアリーナ、ソフトボール場8面があるサートマ施設、スーリースバレーゴルフコース、それに屋内テニス場などがある。市内最大の公園は、ルーズベルト公園とオーク公園である。ルーズベルト公園動物園は、地域内でも上位に入る動物園である。市民公園には、犬が入れない。犬のためのバーク公園が2005年夏に開園された。ノースダコタ州祭が毎年マイノットで開催される。レクリエーション地域のほとんどすべては長い冬の間閉鎖される。地元学校のアイスホッケーチームはフェアグラウンドにあるアイスリンクを使っている。このリンクでは夏にロデオも開催される。アップルグローブゴルフコースとスーリスバレーゴルフコースがマイノット市内にあり、マイノットカントリークラブはバーリントン近くにある。マイノットにはいくつかの報道機関がある。地元を定期的に流しているテレビ局は2つだけである。地元密着を続けながら全国への情報発信も続けている。全国ネットワークの系列局などを含めテレビは6局を視聴できる。ラジオは AM が3局、FM が12局ある。ケーブルテレビのプロバイダーは2社ある。地元主要紙はマイノットデイリーニュースであり、毎日発行している。マイノット州立大学の学生新聞、ザ・レッド&グリーンは夏の休暇時期を除き毎週木曜日に発行されている。モーガンプリンティングは週3回両面印刷の小冊子、ランチレターを発行している。デイリーニュースが発行するトレーディングポストとビスマークトリビューンが発行するザ・ファインダーは週刊の広告出版物である。ビスマークトリビューンは市内いくつかの売店で購読でき、また数は少ないがザ・フォーラムを購読できる。マイノットの街を作った鉄道は残っているが、グレート・ノーザン鉄道は現在 BNSF 鉄道の一部であり、数線はカナディアンパシフィック鉄道が運行している。乗客輸送については、アムトラックの列車、エンパイアビルダーが毎日マイノット駅に停車する。この駅では20分間停車し、燃料補給と乗務員の交代を行う。西行きは午前9時頃に、東行きは午後9時頃に到着する。アメリカ国道2号線、52号線及び93号線が市内を通っている。アメリカ国道2号線は東西に走っており、マイノットから東のグランドフォークスまでは4車線、西のウィリストンまでは大部分2車線である。2004年2月に4車線に拡幅されることが報告された。アメリカ国道83号線は市中心を南北に走っており、市内はブロードウェイになっている。市内から南のビスマークまでと北の空軍基地までは4車線である。空軍基地のメインゲートのすぐ北で2車線に減じ、ウェストホープでカナダ国境を越え、マニトバ州道83号線になる。アメリカ国道52号線は南東から北西に抜けている。マイノットから南東はジェームズタウンまでやや遠回りの経路をたどり、そこで州間高速道路94号線と合流し、真東のファーゴに向かう。マイノットから北西はポータルでカナダ国境を越え、サスカチュワン州道39号線になる。マイノット市内の南と西にはこれら道路のバイパス道がある。マイノット国際空港を利用して、ノースウェスト航空が日に3便、繁忙期は日に4便を運航している。1990年代初期までデンバーを本拠とするフロンティア航空とこれを引き継いだコンチネンタル航空が運航しており、1994年には再度短期間だが新生フロンティア航空が運航した。空港当局は常にノースウェスト航空など航空会社から便の追加を求めているが、これまでのところ実を結んでいない。2010年6月9日、ユナイテッド航空の提携者スカイウェスト航空が50席、ボンバルディア CRJ 機を使い、デンバーとの間に1日に往復の運航を始めた。都市間や地域内輸送は自動車の利用が多い。マイノット市交通局がウィークデーに限定的定期便をスーリスベースン交通が時宜に応じて柔軟経路田園便を運行させている。マイノット高齢者輸送委員会が高齢者と障害者のための輸送サービスを行い、これは連邦政府のガイドラインに沿っているが、24時間以上前の予約が必要である。市内の歩行者優先主義はいくつかの要因で阻害されている。歩道のネットワークは改良されているが、まだ多くの地点でお粗末なままである。車の運転者は、印のある横断歩道を除いて優先されており、主要地点は比較的距離があったり坂道があったりして分断されている。通りや歩道でのスケートボード乗りは違法であり、ローラーブレードは中心街土地所有者によって一般に禁止されている。スカンディナビア歴史遺産公園マイノット市は、ノルウェーのシーエン市と姉妹都市関係を続けている。また、約300マイル北西のカナダのサスカチェワン州、ムース城とも姉妹都市を結んでいる。両市はその大きさ、川に対する位置、歴史的な起源及び空軍基地があることなど多くの共通項を持っている。ありがとうございます。